思います。はい、それでは、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。家庭崩壊の日、ピーン。どうしたかな。大丈夫お兄ちゃん、体調悪いのかしら。大丈夫。どうした。えずいちゃった。急に急に何か喉に詰まっているのかしら。どうしたのかしら。かなたちゃん大丈夫。大丈夫だった。お母さん、今日のご飯なんかちょっと辛いのとか入れたの。まあ、今日はカレーライスだからね。あ、なんだ、辛いの苦手だっけか。なんだけど、辛すぎる。ママ、おかしいよこれ。おかしい。ママ、辛すぎるって、かなたが。辛すぎ、え、本当に、え、みおちゃんも辛かったかしら。あ、あの、うちはあのママのカレー好きだから大丈夫。あ、みおちゃんは大丈夫だった。あら、あら、おかしいな。あら、かなたちゃん、調子が悪いのかしら、おのどの。ちょっと、なんか針とか入ってたんじゃないかな、これ。ママ、針、ママが針を、そんなこと。ママって、もしかして、ストレス溜まってるとか。ママ、もしかして僕殺そうと。そんなことあるわけないでしょ。あいつのかなたちゃんに針を仕込むなんて、そんなことあるわけじゃないでしょ。ねえ、異物混入って言うのよ、そういうの。異物混入。みおはすごいな、そういう言葉も知って。本当にパパ尊敬しちゃうな。パパあ、あれ、かわいいな。ママはそんなことしてないわよ。もうみんなにね、美味しいね、カレーライスをね、うん、作ってあげようって、そういう気持ちだけなのよ。じゃ、信じよう。うん、そうよ。信じよう、ママのこと。パパは、みんなに話したいことがある。え、まだ、何かしら。パパは、うん、仕事を辞める。え、YouTuber になろうと思う。みんなは一人一人働いて、働こう、頑張れ。パパ、ヒカキンになるの。あ、うち、パパキン、あ、うち、あの、え、お仕事を辞める。え、お仕事何してたの今まで。お仕事はお医者さんだよ。お医者さんやめろ。うちのどうするの、ローンまだ残っているのよ。パパ、パパキンに、パパ才能ないよ、パパキンになる。無理だよ。パパだって可愛く YouTuber になりたいの。なんでぶり。何の YouTube 何すんのパパ。パパは、どうしようかな。お化粧品を紹介したいなって思ってる、パパ。やっぱりパパはやっぱりいつもママのことを見てて、ママがお化粧してる姿を見て、パパはいつも可愛いなって、パパも可愛くなりたいって思ったの。再生数300ぐらいになっちゃうよ、パパ。稼げないよ。なんでお前はそういうことを言うんだ。パパだって一生懸命頑張ってんだぞ。でもパパにヒカキンの才能はない。300再生はすごいことだと思う。かわいいな、ミオは。確かに。かわいいな、お前は。そうだよ。そうだよ。そうだよね。パパは、たぶん、あのね、パパはたぶん30再生ぐらいだと思う。そうだよね、僕が間違ってた。そうだと思う。300は言い過ぎた。そうだよ。パパ30再生でどうやって食べていくの。待って、ママはどう思う。ママ。ママはどう思うかもしれない。ママ。あなたどうしてるの。喋り方変わってきているわよ。あなたそっちの毛があるの。いや違うよ。ちょっとママに可愛いなって思ってもらいたくて。あのそっちっていうのはどっちのことなの。もしかして僕たちのこと、ママとママだったんだかな。なんか急に聞き取りづら。
なんて言った、カナタ。ママとママに行くぜ。ちょっと急にしたくれちゃった。ちょっとしたくれちゃう。今流行ってんの、今小学校で。カナタちゃん。しゃくれるのが流行ってる。ママ、ちゃんと教育してるのか。ママ。ママ怒りなさい。ママ、何言ってるか分からない。わ、何ってるか分からないわ、カナタちゃん。どうしたの。しゃくれるのが流行ってるんだけど。怒んないね。ママ、しゃくれる。しゃくれる喧嘩取ってよ。わかんないよ。しゃくれてお化粧するの、うん、すごい、やっぱり、まあ、今 YouTuber っていうのはね、ちょっとやっぱり人と違うことをするのがやっぱりいいっていうのもあるからね。じゃあそうだね。じゃあパパもしゃくれた方がいいかな。しゃくれたら30万再生しゃくれる。本当に、パパしゃくれよ。じゃあね、このね、じゃあ化粧品をね、さあ、すごい顎が痛いね。この普段使わない筋肉を使っている感じがする。そうだね。このじゃあ、パパもしゃくれたから、今度ママもしゃくれたらどうかな。ママもしゃくれよ。しゃくれさずくになの。ママもしゃくれるの。ママもしゃくれるんだよ。わかったわ。ママ息できてる。ママしゃくれ下手だね。ママ喉になんか詰まってる。ママ言葉忘れちゃったかな。ミオちゃんとママ助けてあげなさい。ミオもやろ。ママおめえらうるせえだよ。しゃくれてと何言ってかわかんねえだよ。ミオちゃんがどうしたか。ミオどうしたの。落ち着かないけど。やめろや。触んじゃねー。ミオ、お前ら好き勝手好き勝手やりやがって。ミオどうした。パパの胸においで。ミオがおかしい。パパの胸において。落ち着いて。パパとママの教育のせいだ。教育の失敗だ。教育の失敗って。誰がそんなことを教えたんだ。前は尺でやがって。やめて。こんな家スイッチも買ってもらえない。ごめんね、ママ怒っちゃって、ごめんね。情緒が不安定。涙が出てきてしまったわ。ママリオカート買って泣かないで。ママ、わかった、みんな、ごめん。パパが YouTuber になるって言ったからこんななっちゃった。じゃあみんなで、みんなで、じゃあ今後どうしていくか一人一人言わないかい。え、パパは医者を辞めない。パパは医者を辞める。なんで？パパは医者を辞めて、一人で家を借りて YouTuber になる。ありがとう。じゃあ、ミオはどうしたい？うちは、パパがしゃくれながらお化粧配信するのをお手伝いする。しゃくれるのお手伝いね。わかった。じゃあパパもそのしゃくれる、しゃくれ判定はじゃあみおちゃんに任せるよ。顎のお手伝いする。顎の出具合をね、見る。そう。じゃあかなたはどうする。じゃあパパは YouTuber、 かなたは何になりたい。でかなたは顎をしゃくれさせながらパイロットになる。パイロット、すごい。しゃくれパイロット。お兄ちゃんすごい。パイロットすごい。じゃあママはどうする。ママはみんなと一緒にカレーライスを食べたいわ。ママ、ね、もう無理だよ。ママもう無理なのかしら。この家族は離婚するしかない。
ま、でもパパはしゃくれて YouTuber になる。じゃあね。パパーパパーじゃあね、みんなバイバイ。パパみんな離れていかないで。こんな家にはいられない。スイッチも買ってくれない。マリオカートも大会が迫ってるのに、スイッチも買ってくれない。こんな家になんで。カレーにも針が入ってて、やってられねえよ、こんな家。出てきます。ごめんね、おうちも全員しゃくれてるから、もうこの家を出たいと思います。さようなら。みんな、みんな出て行ってしまったわ。はい、そこまで。どういうことだよ。